今日はですね、5月6日、ゴールデンウィークの最終日なんですけど、弁天屋さんから孫ちゅうが取り込みました。今日はスポーツフィッシング、スポーツ報知のイベントで、半額で出たシャオンサービスで、今日はですね、栗原君とまた一緒に乗り込みました。よろしくお願いします。あと少しぐらい、もう完全予約制なので、もう全員揃ってれば出るのかなって、そんな感じです。隣が白岸線かなと思ってますね。片原で10人ぐらい、全員で20名乗ってるっていうぐらい、すごい取り具合ですけど、どうなりますか。万が一引っ込んでもするといいですね。出たわけです。はい、栗原君1匹目結構でかいのあげました。まあ、格闘中です。だいぶ小さいけど、まあいいです、いいです。やりました、とりあえず良かったです。栗原君がかけた、かけて、当たりが出てる感じです。まだね、と思うけど、わかんない。その竿の感触、自分でしかわからないから、うん、こればっかりは。いい場所に来たのか、私の竿を。感触はもう本人しかわからない。残念でした。残残。ゲストにスミカが釣れました。針にかかってうまく、中野さんに、タモ取りしてもらったので、タモに入った途端に針から外れました。スミカです。スミがすごいね。このジップロックサイトで、本当に浅いところで
かかりました。歯に貫通してますね。さっきの1匹目でもちょっと大きいかなっていう。引き連れました。よかったね。結局ですね、2時半の起き上がり、で今港に戻って船宿から走り始めたところで、クリエイトの駐車場で撮っております。最後残り、起き上がり15分前に釣れた1匹、こっちの方がでかかったですね。ボサーっとした感じで当たってゆっくり巻いていたらかかってたと。これが小さい方の最初にかかった方の10時20分ぐらいでしたっけ。小さい方です。で、おまけがスルミイカです。スルミイカがいっぱい、まあ、その辺の大きさですね。楽しみました。良かったです。後半風が強くてあれだったんですけど、最後の残り15分釣れたのが良かった。